アメリカ合衆国ミシシッピ州、ジャクソン・ジャクソンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州中央部にある都市、同州最大の都市活州都である。市名は、アンドリュー・ジャクソン大統領にちなむ。1863年には、南北戦争の戦火を被った。1920年代に、鉄道の開通によって発展し、また、面火の集散地として発展した。その後は、 天然ガスの発見もあり、石油、ガス、食品、木材、ガラス加工などの産業が起こった。なお、戦火を免れた視聴者や南部時代のガス島などは観光名所となっている。また、ニューオーリンズやメンフィスなどの都市と同様独特の文化が根付いており、ジャズやブルースなどの音楽活動が盛んである。また、ジャクソン第都市県に含まれるランキングのパールには、 アトランタ・ブレーブス参加のミシシッピ・ブレーブスが本拠地を置いている。ジャクソン市内をパール川が流れており、川の源泉はロスバーネット貯水池である。貯水池はジャクソンの北東にあり、マディソン郡とランキン郡の境にある。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積276.7平方キロメートルである。このうち271.7平方キロメートルが、 陸地で5.0平方キロメートルが水地域である。総面積の1.80%が水地域となっている。温帯湿潤気候に属し、年平均気温は摂氏18.4度、年平均降水量は1249.7ミ、mm、ルメートル。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口18万4256人、6万7841世帯。 および44,503家族が暮らしている。人口密度は678.2平方キロメートルである。278.5平方キロメートルの平均的な密度に75,678件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人27.79%、アフリカ系アメリカ人70.64%、 先住民0.13%、アジア系0.57%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.19%及び根結0.67%である。人口の0.79%はヒスパニック系である。67,841世帯のうち33.7%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、 35.4%は夫婦で生活している。25.3%は未婚の女性が世帯主であり、34.4%は結婚していない。28.9%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、9.0%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.61人であり、 結婚している家庭の場合は3.24人である。この都市内の住民は28.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が12.4%、25歳以上44歳以下が29.1%、45歳以上64歳以下が19.1%及び65歳以上が10.9%にわたっている。 中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は86.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は81.5人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は3414四米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は三万六千三米ドルである。男性は九千百六十六米ドルに対して、 女性は23,328ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は17,116ベイドルである。人口の23.5%及び家族の19.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の33.7%及び65歳以上の15.7%は 貧困戦以下の生活を送っている台湾海吉氏、ありがとうございます。